ってまいりました。皆さんせーの、カメジャーニー。さあ、ボリューム11始まりました、はい、早いもので、うん、もう10回オーバーですよ、高橋さん。はい、長いですね。長いです、前回ははい、ボリューム10で、5分の5発売記念ということでやりましたね。スパゲティ企画をやりましたけどね、はい、つらかった。なるほど。なので映像を見た後に5分の5を聞いていただければ皆さんグッとくるものがあるんじゃないかなと思っております。マイナスからのスタートだから。そうです。そして妄想日記も皆さん無事発売することができました、はい、ありがとうございます。なんかね、はい、大好評らしいです。マジっすか、マジっすか。大好評。マオさんは何か言ってたんですか。先日ね、たまたま事務所でお会いしたので、あ、いらっしゃいました。サンプル版をね、うん、お渡ししに行ったんですよ。なるほど。したらもう見てもらった方いると思うんですけど、初回版のジャケットの写真を見て、うん、お、カメレオ本気だね。ありがとうございます。本気です。本気なんです。僕たちいつでも本気です。本気です。ボリューム11はですね、はい、この間せっかくカメレオはですね、うん、初めての、うん、東北ツアーに行ったじゃないですか。結構今まで行ったことない東北ツアーに、うん、モノリスさんのおかげで参加させていただくということで、行ってきました、僕たち、はい、で今回はまあもう行っちゃいますけど、ちょっとその模様じゃないですけど、うん、ダイジェスト編をお送りしたいなということで、はい、やっぱり初めて行った年でカメレオ待っててくれた感がすごかったので、ありました。どの年も、ね、僕らもそんなにお客さん入るかな入らないかな、うん、ライブやっても受けるのかな受けないのかなっていう不安もあったから行ったんですけども、うん、割とどっかんどっかん行ってくれたので、うん、割ともう温かくね、早いとこワンマンツアーでね、皆さんのところにまた帰っていきたいなと。ね、東北に限ったことではないですけども、はい、これはで、またワンマンツアーでいろんな箇所行けたらなと思いますので、はい、まあそういうところも踏まえね、こんだけ面白い思い出が揃っているので、はい、皆さんぜひ東北ツアー大ですこれ見ていただいて、それはボーンすごいなと、もう面白いなと、この青い頭ツンツクツンやんけとか、ツンツクツンやな、ね、もうモノリス腰低すぎるやろとか、まあツイッターだからね、もうあの人たち本当ね、そういう感じで見ていただけたらと思います、はい、いつものお得意の急出しお願いします、はい、いきますよ、はい、皆さん大丈夫ですか、はい、揃ってくださいね、いきますよ、いつものですよ、ワン、ツー、スリー、どうぞ。カムス、ちょ、ちょむり、ちょむりギター VTR。スタート。カメチャンネル。はい、ということで秋田にやってまいりました。カメレオ初の秋田、秋田がクラブスインドル、ベースのゴイチがお送りしたい。あれ、あれ、どうしたんですか、たけしさんと。お子さんといて今寝てるんだから。そんなところで居心地は。もう最高だね、ここバーン。あ、危ない。あ、ということで、カメレオ初の秋田上陸、秋田クラブスインドルです。あの時のあれか。あ、リーダー、何もついない。この衣装を着てね、すっぴんは結構しんどいです。いや、そうですね、ガラガラに、ガラガラの目でいつも頭ね、ガチャガチャみたいな感じになってる。ちょっとやってみますか、うん、何のインパクトも残せないと思いますよ。はい、はい、せーの、はい。ロイズですね。すごいね、ここでワンマンやんけ。すごいね、チャリーン。いつか僕らもできるといいですね、こんな、やりたいね、こんな。本当ですよ、これすげーよ。メイク前のコイチです。眉毛が、ご飯ですよみたいになってますけど、ちょっと今からこれをメイクするとどうなるかっていうのをね、このツアーでやっていきたいと思います。脱いだらどうなる。え、これ脱ぐの。脱いだら、うん、おとげさんみたいにガッチリしてる。俺はマッチョだ。めっちゃヘロいね、どうせヘロくね。あ、あ、まだそんなオチがあるとは思わない。チームモノリス、チームモノリス、2週連続にチームモノリス。こんにちは。こんにちは、カメチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、モノリスです。今日は大体メイクしてやってきました。はい、ということで、顔面のメイクが終了しました。メイクをするとこんなにも眉毛が整うという。僕のメイクは限りなく薄いです。そうね、おどおどしながら喋らない方がいい。伝わるから、その。オッケー。
裏ではね全然おどおどしないんですけどね。さっきあの物販のポスター巻きながらスタッフさんにこれいくらっていう話してたら500円って言ったら、え安くね、1000円でよくねって言ったら、言ってるね、言ってるね、言ってるね、天狗やな、ちょっと天狗や、天狗天狗やもん、ほんと待って、これ絶対使われるやつや絶対使うよ。はい、はい、ということで僕のヘアメイクが終了しました。先ほどあんなに不細工だった僕が、ヘアメイクと何髪型でこんなぐらいまではいけるということが皆さんお分かりでしょうか。皆さん頑張って彼氏ができることを祈っております。ご飯ですよでした。ゲッツアイこれがいいな。せーの、忘れかけていた唇の温度からで確かめ合う。めっちゃ暑かったです。ありがとうございました皆さん。ありがとうございました皆さん。別に持ってるわけでもなく、うん、本当にライブハウスの扉の後ろギリギリまでお客さんが入ってくれたと、ね、後ろの方まで届いたのか、はい、最後は後ろの方もね、最初は全然鼻毛とか言ってくれなかったんですけど、はい、最後はね鼻毛ぐらい言ってたかなと思います。どうもありがとうございました。だから思った以上に、まあ、初めての割にはカメ子カメオちゃんたちがいっぱい来てくれたみたいなので、めっちゃ嬉しいね。皆さんお忙しい中、うん、ありがとうございました。ありワンマンで帰ってこれるように頑張りたいと思いますので、皆さんこれからも引き続きよろしく、拡散勧誘の方よろしくお願いしますということで、おねー、あきた、ありがとうございました。もう若くないねんボケ、アホみたいに可愛くできるか。カメチャンネル来ました。岩手県盛岡クラブチェンジワベ行きましたよ今日も。ワベ、ワベですか。高橋さん、ワベですかこれ。ワベ、これワベですか、はい。もう一度お願いします。クラブチェンジ？はい、クラブチェンジワベです。ワベ、ワベ。ありがとうございます。とても斬新なライブハウスでした。ありがとうございます。はい、というわけで、今からですね盛岡のライブのリハーサルが始まるということでですね、くしゃおじさんも一緒にですねここにね。気持ち悪い。気持ち悪く撮っとるんじゃボケ。はい、 OK です。ローダもお願いします。はい、 OK です。ハイタもお願いします。今日は4人でライブをやるわけなんですけど、頑張りましょう。ちょ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 、あ、いたぞ。だって、いたぶいたぞ、はい、仲間に入れてるだけね。東北ツアー2日目の打ち合わせをしたいと思います、はい、盛岡の打ち合わせです。はい、はい、はい、めっちゃ近くにいるんだね、お客さんね。シンプルでよろしくお願いします。おっしゃ、行きたい。じゃあ、全部今日ライブ行きましょう。はい、行きましょう。はい、せーの、おほほほ、できないの折りたたみ。できるよね、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 行こうかー。いい時で、おい、おかめがこれ、おい、踊るか。太陽高校時代就職不足で生まれたさて、なんぼしなんの妹を通り越えてきてほしい。色のジャケットだって気づかせろ、封じ込む今日を名を書いていたい。自由に一度折りたたみ、
亀チャンネル。はい、ということでやってまいりました。青森県青森クォーターです。東北ツアー3日目でーす。来ました。あれ、さっき聞いたら、はい、小池さんのお母さんの、あ、そうです、僕のクソババアの。おい、もう生きてるのか死んでるのかよくわかんないです。いいお母さんじゃないですか。いいお母さんじゃないですか。多分もう死んでると思うんですけど、はい、いつも小一は大丈夫ってすごい言ってくる。会うたびに。はい、僕のお母さんの、うん、出身地なんですよね、青森は。うん、なるほど。なんで今日はちょっと親近感がいつもよりあるので、うん、あの曲も多めにやろうかなと思ってます。しかしですね、はい、やっぱあのやっぱ今までの盛、ね、はい、岡とかもそうですけど、はい、やっぱ僕らは かつてね、こう初めてこう来た時に、はい、やっぱね、あの何してもどうにもなんないっていうね、記憶しかないんで、そうですね、払拭できるようにね、頑張っていきたいと思いますね。なるほど、昨日はあのあボーンのメンバーと飲みにも行って、すごく楽しかったので、暴露大会よね、もう。いや、あんま言わん方がいいことの話の方が多いですけど。まあまあ、でもあの共演バンドさんとも仲良くさせてもらってる、刺激しちゃってね、温暖化ツアー、すごく楽しいです、ということで、今日も青森頑張りましょう。イエーイ、よっしゃすげえな。こっちだけだろ。え、いやいや、おー、あっちだよ。こっち、こっち、いや、あっちだって、あっち、これ超ウルトラクソギター。クソギター、今日の意気込みを。今日の意気込み、クソじゃないギター弾きます。はい、東北ツアー3日目 in 青森も、賑わっております。楽屋の模様です。はい、モノレスでーす。はい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 、今日はね、マダム刻みに行くから。おお、刻む、マダムマダム刻む、マダム刻む。これカメチャンネルって。あのカメレオのファンが見てるんだけどね。そう、カメっていうとね、あのやっぱみんなあの、のそのそ歩くカメを、まあいろんなカメが、いろんなカメがいますよ。カメ田誠二さんとかね。はいはいはい、そうそうそう、あとカメ仙人とかね。カメ仙人もいるから。カメ仙人もおるわ。まあね、いろんなカメがある中で、みんなカメレオを選んでくれてどうもありがとう。ありがとうございます。ありがとう。本当に頑張ってほしい。まあこれからもカメレオボーンがプロデュースしていこうと思ってるんで、今のカメレオってボーンが結構見たとこあるからね。結構見たね。そう、私は今青森県クォーターっていうライブハウスに来ています。へぇ、これからもさ、トータルプロデュースボーンでカメレオが世の中に羽ばたいていく。トータルプロデュース龍馬で、はい、はい、俺のプロデュースでどんどんカメレオ世に売っていきますんで。で、イーストにな。そう、でね、そのカメレオをプロデュースしてるあのボーンっていうバンドがこう2月22日に渋谷オーイーストでこうワンマンやるんだよね、うん。それ多分カメレオのメンバーなんか見に来るっぽいし、なんか全然カメレオのファンとか、カメレオに会いたければ、カメレオに会いたければボーンのライブに来ればいい、イーストに来ればいい。なるほど、なんて姑息な宣伝だ。カメラに負けないぞ。カメラと一緒にモノリス、それぞれが本当いろんな都市を放っててですね、あの俺たちもう頑張んないといけないなと思ってるんで、みんな応援してください。お前はいつよ。モテようとすんな。あの本番10分前であれなんですが、ものすごく〇がしたいです。よろしくお願いします。かわいいから俺ら PS カンパに入れたのもんなんで。かわいさって大事だな。かわいいから入った。かわいいから PS カンパに入った。なるほどなるほど、うん、デンジャーはデンジャーはかわいすぎて NG。 ちょっとボーンかわいすぎるからダメだわ。その喋りをステージで、すごい恥ずかしい。今だから言うよ。本当すいません、かわいくて。せーの、イエーイ、めっちゃ痛い、アウ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 、夢の時世界を名乗る、踊ろう、ゴー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 、楽しそうな意味、魚に戻る前に言うて、君はアンジェル、潜めボレジェンド
3日目さあ、鳥のモノレスさんが始まります。じゃあ、今日も3日目お鳥、待ってください。行ってきます。あとでマダム刻みに行くんで行ってきます。竹田行ってきます。せーの、カメチャンネル。大丈夫、完全に言わされてたけど。はい、というわけで本日は東北ツアー4日目ですね。仙台公演になります。今日は、仙台ということで、初のね、土地じゃないので、しっかりカメ子カメオが、ボーンファン、青いファン、モノリスファンの鼻毛を引っ張ってくれると思うんで、期待します。最初のマカダ入ってみたいと思います。よいしょ、行きましょう。いやー、もうほんとね、これたくさんのバンドさんが東北を盛り上げてくれるものポスターがたくさんありますね。もうポスターもいっぱいあってね、ほんともうね、サバリオタサバ、ちょっと今日は俺激しくいくから、あーね、ボーサディスファクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション。はい、今日は仙台ワンマンぶりの仙台ライブということで、東北温暖化ツアーと称して東北回っております。青森、盛岡、きりたんぽ、秋田で、今日4カ所目で仙台。いやね、今回ね、初めての土地がいっぱいあるということで、特に何もないんですけど、お前ダメオダメオのソロしくってじゃないよ、ほんと頼むよ。ということでね、はい、ボーンと2日間連続で、ほんと1つのバンドと2日間連続で飲みに行くっていうのは結構まれなことなんだよ。いや、ほんと、ほんとにカリスマいるんじゃない、キレたカリスマ。キレたカリスマ、キレたカリスマ、切れたカリスマ、あ、切れたカリスマいるけど、ジャージすらどれ、今切れたカリスマ、切れたカリスマ、来た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 、プライベートはもう困るよ、ほんと。俺さ、ボーンってバンドにリョーガってキャラ張ってるからさ、張ってる、ジャージとかまずいんだよ、張ってる出ました。スカン楽しかったですね。スカン楽しかった、ほんとまずいよ、これはちゃんと PS カンパニー通してもらわないと。全部モザイク入れよ。光るやん、かかってくるやん、かかってこいよ。本当に憧れるんですよ、僕らみたいな、なんかキラキラしいて、チャラチャラしてて、多分葵のお客さんとか僕らのこと死ねって思ってると思うんですけど、その気持ちはすごく分かる。分かりますよ。だけどちょっと今日はせっかく4カ所回ってきたので、ね、こんな話をしてたんや。なんとボーンのメンバーが、じゃあ SE 使いなよ俺らの。いいですか。ちょっと皆さん、いろんなバンドのファンの方がいると思いますよ。正直カメロンも、はよ、はけろやって思ってる、そこら辺のね、もうこんなんなんですか。今この隙間から、今、りょうがくんめっちゃ覗いてるから。ありがとうね、りょうがくん。じゃあ事前に言っときます。この SE の次は、ダメオっていう曲をやりますので、センスをスタンドにして先にセンス用意してください。もうただ今から僕ら一回はけますね。僕いや、いいです。そのどよめきは分かるの。一回はけたら、照明さんも合わせてください。もうボーンとして僕ら出てくるの。いや、青いでもある、そしてモノリスでもある。じゃあ僕らなりのちょっと激しいバンドの登場っていうのは、一回人生で一回やってみていいですか。やってみたいんですよ。ちょ、本当お願いします。これ、ね、東京でやるとね、掲示板がすごいことになると思うんで。あ、そうですか。じゃあ一回はけます。ちょ、一回準備していいですか。まあタバコ吸いに来たい人とかは行ってもらえればいいんで。ちょっとじゃあちょっとデスボイスください。いけるか。PA さんお願いします。
モノリス世代はいで、アメリオとモーマで超人と世界盛り上げるということで、はい、ぶっ殺していきたいと思います。はい、よっしゃはい、本日は2013年11月29郡山シャープナインスからお届けしております。ただいまリハーサル中です。せ消えろ、うっせたがし、サバに乗って。今日は事故るかもしれないな。大丈夫、いつも事故ってるよ。何で事故るの？いや、ちょっとおちネタの誰かのね、誰かのね誰のおちにする。いや、どうしようかな。やっぱ顔が綺麗な子の方がウケるよ、本当によ。さあ、ほんと気をつけろ MC 気をつけろ、気をつけろ MC だけは、ほんとは。でもね、ボーンさんがね、ちょっと MC 滑ったみたいなカメラの真似して、ちょっとあんまのこと滑るぞ。今日カメラ MC なしで、カメラ MC なしで。あー、MC どうしよう。さあ、し MC どうしよう。いや、歯がゆいわ。なんか口が歯がゆいわ。 MC どうしよう。いや、歯がゆいわ。キャリーさん、おーい、おー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 。お前最後普通やな。やばい、最後何始めまして。じゃあデスボイスでバンド名を言ってみたいです。 OK、 まずはこのリズム、はい、かっこいい、かっこいい、カメレオン、カメレオン、不良と亀チャンネル。はい、東北ツアーファイナル山形公演、リハーサルになります。まだ何にも終わってないけど、モザイクちょい。小一のやつ、小一のやつ、小一のやつ、全然ボサボサになっとらんよ。サラサラ。はい、東北ツアーファイナル山形ですよ。はい、東北、もうあれですよ、今年、地方回るのを大阪抜かしたら東北、これで最後だから。これ気持ち悪いな。まあ、今年のなるほどね、ドッカンと東北のグルーボー花火みたいな。今年のドッカン、まあ、東北にドッカン花火を。そう、今年1年をね、こう、集大成を山形に置いてきますよ、僕は。2013年のこれまでの集大成を山形に、はい、山形に、ああ、じゃあ一人で頑張ってください。Welcome to the bar! 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 あのぜー僕ねー、あのぜー
仮面この諸君、青いのぎなる翔だよ。恋だろ。こんな翔さん見たくない。そう、自由の女神イメージしてるから。あれ、どうも、ギターのシーンだよ。青いアホやぞ。世界に。じゃあ、トップスターファイナルです。今日は乱入、皆さんよろしくお願いします。ファイナルということで、動物は最後乱入させていただきましたが、どうでしたか？モノリス、葵がね、そしてカメロンが乱入してね、そう、俺もカメロンに出てね。なるほど。で、まあ、打ち合わせだとクラリっていう曲でね、はいはいはい、みんな出てくる。そうですね、出ましたね。で、次、アウトロになったら、うん、よし、吐けろっつって。あー、そういう段取りでした。ごめんね、なんかちょっとね、段取りがしっかりして、うん、してました、してました。じゃあみんな吐けたかなと思って、で、次のダーティーサッカーという曲始まって、もう始まってます。格好つけた、うん、押したら、うん、ここに、いるんだよ。お前だ、まだいるんだよ。しかも、私で塗れる。曲始まったら、始まる前にはけろって言われたんだけど、始まって、あ、これは行った方がいいなと思って、もうポーンと一緒に私で塗ってたから。そう、だから、あ、もうこれ最後までいるんだなと思って。このままね、ツインボーカルで、モトリスに負けないツインボーカルでやっていこうかなと思って。あー、そっちかー。今日の山形公演はだんだんと、潰し合いみたいになってきました。そんなことないよ。俺も他のバンド全員モノリス空気で言ってるから。やばいぞ。やばい。いや、やるよ。こんなカメラも見たことがないし。青井さんがちょっとそうだね。そうですね。ちょっと楽屋に俺の好きな青井はいませんでした。どうなってるんやろね。変わっていこう、変わっていこう。まあラスト。最後まで盛り上げていきます。いきましょう。じゃあ頑張ろう。よし、じゃあラスト行ってきます。はい、行くぞ。はい、はい、はい、はい。全部やれるように頑張ります。はい、はい、はい。やるか。Yeah, yeah, yeah.
メチャンネル。はい、すごい。ということで見ていただきました洞窟は、はい、どうでしたか。すごいね、素晴らしい。初めて行ったとしては思えないライブをね、うん、あのできたと思いますので、うん、今回参加してくれた方皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、まだ行けてない土地がたくさんありますので、はい、早いとこね、うん、まあ、47都道府県っていうのは、まあ、行けたらいいね。ね、行けたらいいなという気持ちがあるので、うん、皆さん、はい、これからもカメラよろしくお願いします。お願いします。ということで告知ですか、ヒカルさん。はい、ね、何が控えてるんですか。僕らの、2歳の誕生日になるんじゃないですか。2014年1月の10日と11日、うん、あの2周年記念ワンマンライブが開催されます。10日の方がね、ブラックホール、こちらソールドアウトになってるんですけれども、11日の方がですね、初のホールワンマン日本青年館が、待っております。こちら、上りのチケット何パーですか。今これ収録12月の中旬ぐらいなんですけど、はい、あと 10% になります。あと 10% 正直ね、はい、ここまで来るとも思ってなかったじゃないですか。いや本当そうですよ。残り 10% ぐらいになってきました。うんうん、行きたいなとか、行きたい、うん、どうしようかなっていう方はね、これもう今回指定席なんで、うん、当日の混雑状況で当日券が出ますとかないなるほどパターンなので、うん、チケットがそれから何回もやってるんで、ね、売り切れる前に皆さん買っていただけたらなと思いますので、はい、カメレオンの2周年目もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後にですね、ギター大輔とギターたかしの奇跡のコラボレーションの面白い動きで今日はね、おレアやっと割れると思いますよ。あるボリューム12がすごく面白い企画になってるんで、それにバシッと2人がつなげてくれると思います、うん、ね、ほら、ね、頼みますよ、2人で。はい、よろしくお願いします。いきます。新しい競技アップ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 チョミソアップ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 。今、何試合目なの？ルールがよくわかんない。あい、なんか、胸につけてる。あー、ばっばっばっ、あー、しゃーしゃーしゃー、胸のやつ取れちゃう。中でそれなりに好きなこともできてるけど、なんか物足りなくて、あの頃はよかったねなんて思うこともあるけど、いつだって過去は美しいものだから、それよりも今はもっとキラキラにしよう。泣いて笑って叫んで目いっぱいに生きて、今この瞬間が思い描いた未来へ繋がるように、その先に何があるかなんて分かんない、ただなんとなく明るい未来が待ってる気がするだけ。